今日もですね、ソーシャルラボの新田さんにゲストにお越しいただきました。新田さん、ありがとうございます。あ、どうも、はい、ありがとうございます。お願いします。今日はちょっと新田さん神戸にいるんで声だけのご出演なんですが、まさかの石破首相。いやー、びっくりしました。そのね、ちょっと一番驚いたのが、やっぱりみんなびっくりしてるんですけど、最初の投票の時は議員票でね、倍近くね、あったじゃないですか、それが蓋開けてみたら議員票が完全に上回ってて、あれですよね、もう一気にその保守系以外の票を含めて、まあ、なんかつまり麻生派以外はかなりの割合が、結構なんか流れた可能性がね、ありますよね。なるほど。あれですか、小泉さんの票がみんな石破さんに流れたってことですかね、じゃあ。基本そうですよね。うん、だから基本的に、だから、小泉さんのところに言ってたのは、まず、だからもう、本当に最後、菅さん、一回底力を見せつけたって感じです。はい、2位、3位連合ということですか、これは。僕もちょっとバタバタなんで、ちょっと足してないですけど、ええ、ざっくりそんな感じ。まあ、計算すると、なんかそんな感じはしますよね。なるほどね。選挙結果をね、もらってた相沢先生以下、中谷さんとかね、みんな苦笑いしてたんで、あれって思ったんですよ。はい、そうですよね。なんかちょっとね、確かに僕ね、あそこの瞬間だけは中継見てたんですけど、確かになんかね、親っていうような表情してますよね。親って感じでしたよね、みんなね。石破でいいのかと。これちょっとね、いろんな意味で、党内波紋がちょっと残ります。あ、そうですか。ただまあ、保守派の皆さんが嘆くほど、衆院選はその、なんか例えばね、なんか衆院選はもう終わりだみたいな感じで、X でもうすでにもうみんな狂乱してますけど、そこは逆に立憲に対して、野田さんに対しては、石破さんは戦いやすいと。そうなんですよね。昨日話した争点潰してみて、そうですね、昨日、新田さん言ってましたよね、まあ、石破さんの言ってること、ほとんど立憲民主党なんで、争点なくなっちゃうんで、そうですよ、で、武闘派の手も悪くないですよ、だからまあ、保守派の皆さんの手は悪いけど、まあ、武闘派の一番今、岸田さんのね、政権末期で離れていた武闘派だったり、自民支持層も、まあ、ライトな自民支持層も離れかかってたんで、この辺の人たちは、どうせあれでしょう、まあ、小泉さんとかが応援で、ね、選挙の応援とか回ってくれば、まあ、多分それなりに盛り上がったりするだろうから、それはそれなりに取ると思うんです。問題はだから、もう本当に、僕、本当にね、石破さんはマジで、ちょっとね、本当に、このもうエネルギーを含めて、もうやばいじゃないですか、はい、本当に政策が。そうですね。だから本当に、なんかさっきちょっと、なんかマーケットが一気に悪い方に反応したって、なんかちょっとまだ確認してないけど、はい、そんな話。ドル円はね、まず円高にすげえ触れてます、今。ドル円はね、一気にね、2円なんぼかもう、ナイアガラですね、ドル円。1ドル146円から143円まで今、円高が進んでますので、いや相当これ厳しいですね。週明けのマーケットが果たしてどうなるか。週明け荒れるだろうなって感じですね。日経平均の先物はね、日経平均の先物急落しました、今、シカゴで。マイナス815円。やべえな、これ。やばいですよ。本当にもう増税気質も隠してないし、もうね、緊縮もちょっとね、いや、僕はそこまで緊縮派ではないけど、ちょっと石破さんの緊縮はちょっとでもなんかアベノミクスにアンチをありきで言って考えてるとしか思えなくて、そうですね、だからもう、だからその状況を見てバランス見て、ね、そういうのだったらまだいいんだけど、それ考えるとちょっと怖いですよね。だから結局だからその、なんだろう、改革派でもないし、保守的でもないし、なんかすごいなんかもう、なんだかなって感じですよ、ね。だから何をやっても中途半端。結局、石破さんって最後に大臣やったのがもう、あれ、もう10年前ですよね。そうですね。地方創生担当大臣でしたっけ？大臣で。でそれ以降、結局、その後ずっと冷や飯期間で、もうあと、ほら、党の要職すらもやってないじゃないですか。そうです。野党みたいなことずっとやってた人ですからね。いや、そうでしょ。で、それで心配なのだから、ここね、だからこの前、本当に前、藤川さんが開催した、都知事選とか、前かとかちょっと忘れちゃったけど、石破さんの講演会あったんですよ。あれ、まあまあ、見に行ったんですけど、大変申し訳ないんだけど、やっぱちょっとね、コロナ前の感じで喋ってるんですよね、なんとなく。だからやっぱりその情勢認識とか含めて、ちょっとその経済の政策のところも含めて、だから、なんかね、もちろん、ね、良くも悪くも現状維持というか、なんかその、ある人はなんかね、田中角栄派の最後のラスボスだみたいな言ってますね。浅川先生とかそういうこと言ってますね。そうですね。浅川明先生とか、ね、はい。日本停滞で、結局だから、あれなんですよね。だから本当にね、まあもちろん菅さんがまあ後ろ手になるから、もうちょっと規制改革とかやらせると思うんですけど、はい。にしてもちょっとね、結局あんまりなんか、あれですよね。あんまりその経済に関してはかなりマイナスのイメージが多分しです。もうマーケットも心理的に冷えてるし、衰退する地方のお年寄りのにとっては
聞き心地のいい、もう、はい、まあ、良くも悪くもですね、はい、だからもうそれでなんか日本が停滞していくっていうのがもう完全に見えてて、やばいっすね。いや、やばいっすよ、やばいっすね。これ菅さんでも生みの親ですから、ある程度影響力与えるかとは思うんですが、あんまりそういう風な楽観的な見方は危ない、うん、これはちょっとばっかりなんで、あとどういう布陣するかですね。だからどちらにしても石破さんが自力で結局、はい、じゃあもうこの次官房長官誰やんですか、幹事長誰やんですか、はい、みんなパッと思い浮かばないじゃないですか。そうですね。だから、まあ、これで突然平さんが大出世して突然官房長官だったら受けるんですけど、あいやまあ私は多分わかんないですけど、平さんまあでも商売人ですからね、官房長官ついてくれて石破さんのことちゃんと見張ってくれてたらまあ多少はマシですけどね。そう多分、ね、だから本当これ誰を、ただこれはこれまた新次郎さんじゃあね、見栄えがいいからって幹事長とか官房長官にしたら、それはそれで本当に回るのかって感じで、まあちょっと軽量級ってことがバレちゃいましたからね今回ね。そうなんですよ、だからね結構不安大きいですよね。規制改革とかそっちでは、まあ、河野さんはそれはまあまあ、あの結構突撃するタイプだから、はい、まあ、河野さんがね最後どっちにいるか分かんないですけど、まあ、河野さんがもし意外に最後の決選投票だけが小石川連合復活だったんであれば、はい、それはそれで河野さんがどっかね、あの職がね、まあ、ポジションによっては、まあ、あるかもしれないけど、どちらしろでもね、でもあともなんかそんなに重要な役職でいかないですよね。あと高市さんの職をどうするかも、これも最大のポイントですよね。なるほど、高市さんの安全保障系の閣僚になるかどうか。いや、そうそうそう、だからコバホークさん、はい、高市さん、ここがそのどういう勝負になるかって結構本当に注目ですよね。これで報復人事みたいなことやったらもう自民党やばいですよね。そうそう、だから高市さんの処遇に関しては結構ね、まあそこは菅さんも知恵絞ると思うんですよ。まあ多分あんまりこれやりすぎるともう本当に支持層分裂に本当に党が割れかねないんで、はい、だからそういう懸念が強いですよね。だからその辺考えると、まあそこら辺は菅さんも考えると思うんですけど。なるほど。まあ、でもどちらにしろでもやっぱちょっとね、石破さんがね、ネット民とか都会民の人にとっては信じられないぐらいに、この今回やっぱ地方票でなんだかんだ言ってやっぱ石破さんそこそこ高かったじゃないですか。はい、だからだからまあまあ高井さん頑張りましたね、石破さんなんだかんだ言ってやっぱりその田舎の方がね、やっぱりすごい、あの支持がつく強いのかな。強いですね。だからそう考えるとちょっとね、そういうもう昔ながら田中角栄ロマンに浸ってる人にとってはきっと居心地のいいなるほど。今の日本に合ってるだろうか。なるほど。そうするとじゃあこの後閣僚人事結構ポイントですし、あと解散どうなるかっていうのもポイントですよね。石破さん解散できないんじゃないかって言われてますよ。そうだからちょっとほら、前昨日まで、ね、昨日話して、はい、結局その能登の問題とかなんか、はい、普通にやりそうですよね。あ、補正予算組んでから解散すると。うん、そうそうそう、だからちょっと遅れそうですね。うん、だから11月の中旬以降とかに。出る可能性もあります、ね、じゃあもう年内一気にやっちゃって年末解散総選挙、うん、だからまあちょっと寒いですけど冬の総選挙、師走の総選挙打って出る、うん、あ、なりかねない、なりそうですね、なるほど、この感じだと。でこれで勝って来年の参院選勝てば石破政権ちょっと続いちゃう可能性あるんですよね。あ、そうです、そうです。それで言うと今の段階の話で言うと、はい、確かに、まあ、そうだからね、そう考えてみたらこの地方に強いから参議院はほらもともと自民党最近あんまり安倍さんの終盤の頃からもちょっと一人区にちょっと弱り始めてるんですよ。そうですね、はいはい、だから石破さんが言ったことは結構ね、多分ね、あれ一人区のね参議院がもしかしたらね、うん、意外に入れてるかもしれない。ああ、ね、ちょっとまだ蓋開けてみないと分かんないですけど。なるほど。なんかね、だから、まあ、あとは普通にそのちょっと高橋さんだと要するに右寄りすぎるんじゃないかみたいなことを懸念した中間層が、はい、中間の先生たちが、はい、まあ、そこで一気になだれ打ったかもしれない、ね、まあね、あとは、あと僕はさっきツイートしたけど、はい、普段は、はい、僕保守系ですって言っときながら、はい、なんかいざだったら手のひらを返したやつとかね。あやっぱ選挙はちょっと高橋さんだとやべえかなって思って拾ったんですかね。そう拾って結局自分の選挙のことだけ考えてなんかちょっとなみたいなね、まあ、それはまあ、いろいろあるでしょうけど。なるほど。だから、まあ、そうなんですよ。まあ、結局最後で、まあ、まあ申し訳ないけど、自民党の選挙の弱い先生、誰か結局思想よりは最後、あの、自分の選挙のことを考えちゃうんで。まあ、そうですね。落ちたらただの人ですからね。わからないでもないんですけど。だから、いや、だからちょっとね、これで果たしてね、どういうふうに、まあ、だから高橋さんがどういう処遇をされるかで、はい、それ次第によって、はい、ただ、これ難しいところ、本当にね、中途半端に買い殺しみたいにしちゃうと、これもこれで、はい、ほら、反発起きるじゃないですか。確かに。高橋さんはそれ黙ってる人じゃないじゃないですか。そうですね。そこら辺は、はい、閣内に入っても、なんか平気でなんかツイートしちゃう人だから。はい、ですね。だから、ここはね、まあ、高橋さんもどうするかとかね。なるほど。経済安保大臣、留任とか、外務大臣、防衛大臣みたいな重要閣僚で処遇するか。
ですかね。まあそうですね、だから服装に急で、まあ、待遇するのか、はい、もう完全にとりあえずまあほどほどの、まあまあ、まあ悪くないところで収めるか、なんかな、これどちらかというと本当にね、ちょっとそんなにね、あんまり冷や飯は食わせられないと思うんですよ。ああ、でしょうね。銀票は1回目は高橋さんの上回ってたわけですよ、ええ、だからあんまりそれでしこりを残すぎると、うん、ちょっとそれはそれでっていうのはやっぱ党内に不穏の空気を残してることでやる可能性あって、ね、だから、まああったら石破さんがあれですよね、ずっと逆に自分が冷や飯をもう10年壊された、はい、石破さんが逆にその、ね、自分と敵対してきた人に対してどういう処遇をするか、はい、特にむしろあれだからその旧安倍派に対してどういう、ね、望み方をするかって、これは逆に見事ですね。あと裏金議員はなんか公認しないとか言うてましたけど、やるんですか本当にそんなこと。多分で僕なんだかんだそれできないんじゃないかなって気がするんですよ。でそれ でそれを中途半端に対応して、はい、それであれどうなりましたかって多分メディアがつつかれるじゃないですか、はい、でつつかれて、はい、それで結局あのグダグダになって、それでなんかあのでそれでまた中途半端になんか、ね、揉めて、それで やっぱり先だけだなみたいな感じで批判をされて、でメディアが手のひら返してくると。それでもまあまだハネムーン期間の間ギリギリ朝日新聞なんかいい加減だから、多分衆議院の衆議院選ぐらいまでは多分ちょっと目作ってるかもしれない、はい、あ来年のやっぱ参議院選があれですね、肝ですね。参議院選は本当に肝ですね。参議院選で負けると1年で退任と。そうそう、だから地方票の1人区との相性は石破さん確かにいいんだけど、はい、だ都市部はね黙ってるから、実際から今回都市部見てても分かるんですよ、やっぱりなんだかんだ言って、ね、高橋さん取ってるじゃないですか。そうですね、はい、やっぱりだからそこはエネルギーとか金融緩和をしっかりやってほしいっていう都市部の意向は強くて、まあ、そこはやっぱり石破さんに対する評価は、まあ、都市部は低いですよ。なるほど。だから、そうなった時に首都、特に参議院とかだと結構みんな政権交代の選挙じゃないから、はい、結構無党派は結構自民党にお気を据えますけど動きからないし。なるほど。だからそれはまだねちょっとね分かんないですよ。分かんないですね。まあ、ただ一旦でもな、今日の票の国見てると参議院が結構石破さんに入れたような気がします。あ感じだと、まあ、ちょっとまだ どういう状況なのかがまだあの、なるほどね、その後まだないんで分かんないですけど、はい、まあ、でもただちょっともう今回はでも本当に一次投票も二次も決選投票も本当にちょっと予想外なことがあって、本当ですね、本当に驚きましたね。いやちょっともう完全に予想外しました、私は今回本当に。いやいや私もちょっと、ね、小泉さんだとばっかり思ってましたから、最後はなんだかんだ言って小泉だろうと思ったら全然小泉さんダメでしたね。いや本当ね、結構こんなに、だから高橋さんはなんとか滑り込めるかなとは思ってたんですけど、はい、あのまあ、やっぱりちょっとね、こんなになんか高橋さんが決選投票の時にこんなに嫌われたかと思ったか。いやちょっとね、みんな究極の選択だったと思いますけど ねちょっと意外でしたね。だからね、まあ、この究極の選択の裏事情は多分今日から明日にかけてまた多分いろいろ皆さん各所報道していろいろ誰がどういう取引したとか、はい、どういうあれしたのか、まあ多分組閣人事も含めるから、まあ、まだまだ省略の夜は終わらないと思います、ね。なるほどね。まあちょっとしばらく経ったらまた答え合わせにぜひこの番組出ていただければと思ってますので。そうですね、すいません、本当出張中のお忙しいと本当ありがとうございました。はい、どうも、はい、またよろしくお願いします。はい、はい、失礼します。ということでソーシャルラボの新田さんからですね解説をいただきました。今日の内容面白い、興味深いと思った方はぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。